紛争解決機構の決定には従ってください。でなければ最後は殺されてしまいます。現実にしても、アメリカ大統領選でヒラリー陣営が、不服として選挙の無効を訴えたり、あるいは極論でトランプ氏を暗殺しよう、としたら、末路は、ヒラリー陣営側の死、だろう。逆らったら死ぬ、ルールはあり、その時逆らう奴は、殺しても良い奴、でさえあって。殺すべき者は、殺さねばならない。この時それは、戦争ゲームに不服を持つ者。皇帝は、この時、かなり、該当してしまう。折れなければ、最後は殺されてしまう、とは思う。テロリズム、その結果で、しかない、横島の末にある必然。何かの開いてしまった異世界とのゲート。それは閉じるものか。しかし、アメリカは意外と戦争を否定しない？戦争は、良くないことですよね？まず大前提で始まる話の後。